大丈夫。大丈夫。なんかないけど。ここの、で、ここ忙しかったですか？2をお願いしてるので、大丈夫。はい、さあインスタライブ始めます、みんな頑張ってください、はい、黒子音楽教室大人のための、トーンチャイム部ですね。今日は4名さん1人あの初めましての方いてですね、いやもう素晴らしいです。はい、ではちょっと練習風景をねインスタライブしたいと思います。お願いします。最後まで言ってない。お、幸子糸永さんありがとうございます。見てくれてます。うん、嬉しいな。最後をやりましょうか。曲目は喜びの歌です。最後にお願いします。1、2、3、4。はい、勘違いしてた。大丈夫。あ、そうか。あ、はい、ごめんなさい。はい、いただきます。1、2、3、4。綺麗ね。では、頭から行けるとこまでやってみましょうか。行けるとこまで行けるとこまでやってみましょうか。はい、じゃあ、手ずゆっくりで。はい、2番。1、2、3、4。なのにこれ今日初めてね、ね、今日初めて練習してるのになんちゅううまさですか。うまいな。なんかポイントは部長ポイントは何でしょう。うん、そうですね、ね、なんかこう工夫した点って何かありますか。一応音は、はい、下から出てる、あ、順番にこう並んでるんですけど、うんうん、その持ち場というか担当の音を、まあ、ある程度上からだいたい決めて、はい、でもやっぱりどうしても手が追いつかないところは、うん、交代したりしてね。あ、そっかそっか。じゃあこれは全部こう音の順番ってわけじゃないんですね。こうちょっと順番は自分たちがやりやすいように、そうですね、ね、はい、入れ替えたりして。なるほど。なんか本当に部活って感じですけどさあ、もう一回行きましょうかね。私が話してなかった。いやいや、奪い取るから大丈夫。そうですね、ちょっと、え、あの、そう、最初1段目と3、4段目は落ち着くんだけど、うん、あ、1、2段目か、3、3と5が、はい、いきます。
松村美代子さんとかですね、ミントさん、ミントさんを見に来てくださってますよね。すごいなあ、初めてなのにね、すごい素晴らしかったと思います。はい、じゃあインスタライブ終わろうかな。また次回配信したいと思います。楽しかったですか皆さん。はい、ありがとうございます。はい、またね。